今日はエビフライとタルタルソースを作ろうと思います。まずエビフライ、エビにパン粉をつけました。まずゆで卵を作ります。玉ねぎを小さくカットします。玉ねぎをみじん切りにして、ゆで卵も小さく切ります。塩コショウとマヨネーズを入れて混ぜると、タルタルソースの完成です。タルタルソースが美味しいんですよ。いっぱいかけて食べてください。